息子の名前が決まりました。今ね書いてるところ見ていただいたと思うんですけれども、名前は小太郎になります。皆さん小太くんをよろしくお願いします。あの名前の由来なんですけれども、先日ね登場した私の夫の名前が健太郎と言います。で健太郎の息子なので、小さい太郎って書いて小太郎って呼んでたんですよ。お腹の中にねいる時にでコタコタって呼んでて、で最初は本当にその胎児ネームっていうんですか、お腹の中にいる時の呼び名として呼んでたんですけど、だんだんそれに愛着が湧いて、で響きもねすごいコタローってすごい可愛いなと思ってたんですけど、まあ、最終的にコタローともう一つ他に迷ってた名前があったんですね。でそちらの名前はどちらかというと意味としては優しい男の子に育ってほしいっていう意味だったんですけど、コタローの方は力強くたくましく育ってほしいという意味だったんですね。で最終的に2つで迷ってたんですけど、息子を出産する直前で、以前の動画でもお話ししたんですけど、心拍がすごく弱くなって、出産してすぐ保育器に入ってしまったりとか、まあ、その後ね入院中もちょっといろいろ心配なことがあったので、その2つの名前って考えた時にどちらかというと優しくっていうのも大事なんですけど、力強くねこうたくましく育ってほしいなっていう思いの方がすごく強くなったので、小太郎の方に決定しました。今後も動画でたくさんね小太くん登場すると思いますので、皆さんもどうぞよろしくお願いします。温かく見守っていただけると嬉しいです。